関節リウマチとは、事故の免疫が主に手足の関節を犯し、これにより、関節痛、関節の変形が生じる、代表的な抗原病の一つで、炎症性自己免疫疾患である。獅子のみならず、脊椎、血管、心臓、肺、皮膚、筋肉といった、全身臓器にも病変が及ぶこともある。以前は、慢性関節リウマチと呼ばれていた。 第6回日本リウマチ学会総会において、ルーマイドアーサライタスの日本語訳が、慢性関節リウマチに決定されたためだが、リウマイドアーサライタスという学名には、慢性にあたる語は、一切含まれておらず、実際、急性発症する例もあるため、これは完全な語訳であるとする意見が多かった。このため、第46回日本リウマチ学会総会において、正式名称を、 関節リウマチに改定した。これに伴い2006年には厚生労働省による特定疾患の名称も関節リウマチに変更された。発症のメカニズムは未解明であるが生活習慣と遺伝的要因や感染症などによる免疫系の働きが関与していることを示唆する研究が多くある。関節リウマチ患者の手、右に行くほど関節炎が進行しており変形も 高度になっている関節炎という言葉が分かりやすくしばしば用いられるが、実際に関節リウマチ患者に起こるのは、関節の中でも特に滑膜が侵され増殖する滑膜炎である。増殖した滑膜が骨を破壊する。関節リウマチの患者の男女比は1、4で女性が多い。初期には朝のわばりと呼ばれる症状が出現する。朝起きてから、 手を握ることが困難であり、文字通りこわばっている。こわばりは、日によって違う場合があり、ひどい時で何も握れないなど症状はまばらである。5分から10分程度のこわばりは、他の疾患でも見られるが、1時間以上も続く。こわばりであれば関節リウマチ、または他のリウマチ性疾患の可能性が高い。朝のこわばりのため、朝食の準備ができなくなる。 シャツのボタンを止められないなど生活に支障を来すことになる。昼頃には大抵改善している。また、症状の持続時間は関節リウマチそのものの活動性と関連している。すなわち1時間続く朝のこわばりより2時間続く朝のこわばりの患者の方が関節リウマチが今まさに関節を破壊する強さが強い可能性がある。また、 夜にもこわばりがあるというが関節リウマチとの因果関係は不明である。しかしながら万が一ということも考え医者の診察をした方が良いとされる。ただ夜のこわばりは朝起障知と同様に体が休まっているなど条件が同じなためリウマチに大きく関係するとの論説もある。そのうち関節痛が起こるようになる。初期には手の指の関節、 また足の指の関節が侵される。次第に手首、肘、膝など体の中心に近い大きな関節の痛みを感じるようになる。関節痛は手を動かすなど活動すると増強する。そのため強い関節炎があるとき患者は自然とその関節を動かさないようにする傾向がある。このような典型的な関節炎の症状のほか、関節リウマチは慢性に続く炎症であるため、 全身倦怠感や液疲労感を持つ。関節炎が進行すると、関節そのものが変性していく。関節にある滑膜細胞の増殖、軟骨の破壊と骨には微乱が生じる。最終的には、関節という構造物が破壊し尽くされ、骨と骨が直接接した強直という状態になる。こうなると、もはや関節を動かすことはできない。その代わり、 炎症が起こる場であった滑膜が完全に破壊され、消失してしまっている状態であるため、炎症も収束し痛みは感じない。また、逆に関節が破壊された結果だらんだらんになることも、ある。この場合ムチランス破壊と呼ばれる状態であるが、強直よりもずっと頻度は低い。指の骨が強直すると、最終的にスワンネック変形、あるいはボタン穴変形と言われる典型的な、 関節リウマチ患者の手の形を定する。尺足変異もリウマチ患者によく見られる指がすべて外側を向く変形であるが、これは関節の脱臼が原因である。指の変形において、ディップのみが変形をきたす場合は、ヘバーデン結節や感染性関節炎を念頭に置いて、鑑別診断を下す。また、筋肉と骨とをつなぐ腱の周囲に炎症が及ぶなどして、 腱断裂が生じることがある。これは突然発症し、無痛性である。腱がなくなれば、まさにそれに連続する筋肉を動かすことができなくなる。手足の関節のほかでは、胸、腰の背骨は侵されないが、首の背骨は侵されやすい。頸部痛を生じるか、または、頸椎がアダッキし、脊髄損傷をきたす。また鎖骨には両端に関節がついており。 他の関節と同じように関節痛が起こることもある。霊能現象は抗原病でよく見られる両側性の種子の拒絶を示唆している。心臓では狭心症、心筋梗塞、肺では肺高血圧症、腎臓では子宮体硬化症、脳では脳梗塞が起こりうる。これらにより関節リウマチ患者の生命予防は一般の日本人と比べて悪い。関節リウマチ患者には シェーグレン症候群が合併しやすく、乾燥性角結膜炎によるドライアイもよく見られ、目の内側にリウマトイド結節が生じることもある。上況膜炎や胸膜炎が見られることがあるが、胸膜炎を発症している場合は通常その他の関節外症状も合併していることが多く、血管炎の位置症状である可能性があり、悪性関節リウマチの診断を念頭に置かねばならない。 間室性肺炎、気道病変、胸膜病変、リウマチ結節、血管病変、睡眠時無呼吸症候群などを合併することがある。その病形は様々であるが、原因としては、関節リウマチそのものによる合併症、感染症、治療薬による副作用など多岐にわたる、心臓超音波検査を行うと、心脳液の貯留を認めるが、これは、 関節リウマチによる心膜炎の初見である。心臓にリウマトイド結節を生じることもある。関節リウマチ自体は消化管を犯さないが慢性の炎症により AA アミロイドシスが生じることがある。また、リウマトイド血管炎による虚血性大腸炎は起こる。可能性はある。一方、ヒステロイド系抗炎症鎮痛薬よる胃潰瘍は比較的よく起こる。 またメソトレキ生徒による、消化管の新陳代謝阻害により、消化管出血をきたすこともある。関節リウマチ患者は、上部消化管内視鏡を定期的に受けた方が良い。関節リウマチ自体は腎臓を侵さないが、合併する、シェーグ連症候群、ステロイド及びヒステロイド性小炎鎮痛薬による、関質性腎炎や菌製剤、D ペニシラミン、AA アミロイドシスによる、 子宮体病変が起こりうる。ブシラミンはしばしばタンパク尿を起こすため検尿が行われる。疾病に対する不安及びサイトカインによる影響から、うつ病、抑うつ状態を合併することもある。関節リウマチに伴い血管炎が生ずれば、それに伴い多発単身経炎が起こることがある。サイトカイン以上に伴い、甲状腺刺激抗体や破壊抗体が産生され、 バセドウ病や橋本病を合併することもある。圧のかかる部位に、リウマチ血節と呼ばれる病変が見られることがある。皮下出血なども見られる。したがって、全身性強皮症と誤診されたことがあった。重症の関節リウマチ患者においては、皮腫、白血球現象をきたし、フェルティ症候群と呼ばれる病態を呈することがある。白血球増加、血小板増加、等の炎症所見が見られ、 中でも特に C 反応性蛋白上昇赤血球沈降速度更新は活動性の指標となる。リウマトイド因子は陽性であることがほとんどだが関節リウマチがなくても陽性となるし誰でも高齢となるにつれて陽性の頻度は高くなるからこれをもって診断を確定することはできない。また活動性とは関連しないから強じ的に測定することに意味はない。 リウマトイド因子の感度は59%、得意度は77%と言われている。単純レントゲン写真病室では MRI に劣るが、簡便であり、現在も用いられる。CT 滑膜、軟骨の病室で MRI に劣り、あまり用いられない。しかし、最新の研究では、早期診断にて、CT 法で、足の X 線初見と手関節、 または中止施設関節の主張の所見を重視した上で、足の主張所見を加える手順に、高 c c p 抗体値の所見を組み込むことで、陽性的中率は94.6%、陰性的中率は94.7%と、高値を出せることが分かった。MRI しばしば関節の微乱、破壊を評価するため用いられる、CT よりも軟骨病変。 骨髄不守の評価に優れている超音波断層検査活膜炎や骨ビランを検出できることが判明し、現在積極的に用いられることとなった。旧来より、米国流町学会の分類基準が広く一般的に使われている。近年、抗サイトカイン療法等の強力な高流町薬の登場によって早期からの治療が有効となり、早期診断の必要性が検討され、 2009年に、米国流町学会年次学術集会で、上記に変わる新たな診断基準として、米国流町学会と欧州流町連盟の共同策定として発表され、2010年8月に23年ぶりに改定され発表された、間別診断が必要な疾患として、変形性関節症がある。初見の違いとしては、関節流町では、 pip 関節が高頻度で侵され、ィ i p 関節が侵されることは稀であるが、変形性関節症はィ i p 関節が高頻度で侵される。また関節リウマチは全身炎症のため crp となるが、変形性関節症は局所の炎症のため crp は上昇しない。その他関節リウマチとの鑑別診断が必要な疾患としては全身性教皮症、る。 血清反応陰性脊椎関節炎、痛風などがある。以下の評価基準が用いられる。ACR コアセット、米国リウマチ学会から提唱されている臨床評価方法。ダズ、欧州リウマチ連盟から提唱されている臨床評価方法。44関節の評価方法であるが煩雑であり、日常診療では使用しにくいため、28関節の評価を行う簡易的な、 d a s 2 8も広く用いられる。スタイ2 0 1 0年11月に開催された ACR では臨床的感慨評価のための指標として d a s 2 8に代わってスタイを使うことが提唱されている。感慨基準はである。セデイセデイも臨床評価に適しているとされる。感慨基準はである。血液検査では IGRF は活動性と相関するが IMRF は相関しないと言われている。 また CRP MMP-3 も活動性の指標となる MMP-3350 では薬剤変更も視野に置く。スタインブロッカーステージ分類最も進行した関節の単純 X 線画像周囲組織所見からステージ I4 に分類するラー線グレード分類単純 X 線画像から関節破壊像をグレード0から5に分類指標化する。 関節破壊に対する骨形成術等の治療を中心に以前から整形外科で過量されることが多かったが近年は抗流待ち薬の発達により基本的に薬物療法が中心となり多くの場合流待ち化抗原病化等の内科分野での過量が中心となっている関節破壊の抑制と炎症の寛解維持を目標としているかつて 1950年代から80年代には、鍼灸療法や局所極低温刺激を利用した治療方法も行われた。MTX 等の交流待ち薬抵抗の症例に対して、c t n フ α 抗体や、マイナ l 6受容体抗体等の分子、標的治療薬が用いられる。また c t 細胞抗体や c b 細胞抗体も用いられていく。 副作用として、免疫応答に対する抑制効果が強く、しばしば感染症を引き起こすことがある。感染症のリスク因子を有する患者に、これらの生物学的製剤を使用する際には、抗菌薬の併用などによる十分な予防。そもそもフィリップ・ショールダー・ヘンチラが1950年代、世界で初めてステロイドの一種であるコルチゾンという物質を治療目的で、 関節リウマチ患者に投与したのである。これはまさに奇跡的な効果を発揮したと伝えられており、ステロイドの歴史は関節リウマチと共に始まったと言えるし、逆に関節リウマチの治療の歴史もステロイドと共に始まったのである。ヘンチはこのことでノーベル生理学・医学賞を受賞している。近年ドマーズの発達により、ステロイドはエンセズと同様の対象療法の薬として、 扱われているが、ステロイドの治療効果の発言は圧倒的に早いので、急性期には治療として施行される。また、ステロイドは炎症抑制作用はあるが、関節破壊阻止に対する効果はないとされている。その他、悪性リンパ腫に効果のあるリツキシマブ、抗生剤であるミノサイクリンテトラサイクリン、抗止血症治療薬であるスタチン、 多発性骨髄種治療薬であるサリドマイドの効果や、増血幹細胞移植の効果も検討されている。他のリウマチ性疾患と同じく原因そのものを治す治療法は存在しない。しかし、最近の知見では、発症早期からの抗細とか飲料法によって、30から50%の症例で臨床的感解が得られることが分かってきており、中でも、においては、 臨床的寛解に突入後、一定条件を満たすことができれば、投与を中止しても臨床的寛解がその後も持続することが確認されている。この交際と会員療法の中止に加えて、その他のドマーズ、ステロイド等を含む全ての治療薬を中止できた状態は真の寛解と呼ばれ、数年後の治療目標とされている。ありがとうございます。